さあ持ってきたぞ。何あれ、誰か助けてくれないか。誰か一人男性が必要なのだ。しましまパン、しましまズボンの、あれ、おもりおもりか。違う、ヒーローだヒーローか。そっか、ありがとう。助けてくれないか。そっか、一人死んだからな挑戦者が一人。こっち来てくれ。友達も来れない。スイートアートのクエスト見に来たんだろ。見に来たならすぐ会えるから。ヒーローが離脱した。絶対出てくるだろここで。よし、じゃあ座ってみてよ。ずっと立ってたの君ら、ごめんね。なんかしました。それでは戻りましょう。はい。先ほどこのステージでとても残念なことが起こってしまいました。そうだな。挑戦者3番さんが亡くなってしまいました。なんであんなピンポイントで雷落ちんの？面白すぎるだろ。それじゃあ。じゃあ続けましょう。しかし、ショーは続かなくてはならない。え、新しい3番。バストフォレストから来たヒーローくんです。知らん？ロボットボ。面白いな。ヒーローは5フィート7インチ。170センチくらいか。そうね、大体。まあ、それくらいなんだ。あ、高いんだもん、その年齢でそれくらいだ。まあ、普通くらいかな。料理が好き。そして、その、このスマイルを見てくれ。スマイルしないのか。さあ、明かりを暗くして、またこれか。チューディナス。さあ、彼女こそがスイートハート。こいつは何なんだ、人間。文字がはみ出てる。うるさいうるさいどんどんはみ出ていく。完璧な登場です。なんかあれ思い出すな、あいつ。メタトン。バカなファンたち、ようこそ。バカなファンたち、やったー、スイートハートだ。面白いな、うるさい。面白いな。バチュラレッド的なやつなんだけど、日本語でなんて言えばいいかわからない。さあ、質問から始めましょう。スイートアートは忠実性を求めているから、一番さんはもう一生スイートアートに従うことを誓いますか。うん、いいよ、わからん、多分うん、なるほど。どう思いますか。うん、たった3フィート、それは低すぎるわ。ダンジョンへ連れて行きなさい。何？ダンジョン？ダンジョン？え？何あれ？連れてかれてる。助けてー。お前もダメじゃないの。さあ、あんたはどうですか？いいよ、ダンジョンに連れて行かれないなら。これは存在が嫌だわ連れ去りなさい。か
かわいそすぎる。あ、ダメだった。やばい、ヒーローまで団長に連れてかれてしまう。サーマンさん、あなたが最後です。あなたは、忠誠心を誓いますか？うん、それは嫌だ。なんでそんなことをしなきゃいけないんだ。あらま、この子だ、この子よ。ツイッターとか探していたのはこの子よ。なんという出来事でしょう。これは何やってるか。ちょっと待って、今やだって言ったのに。そう、あなたこそ完璧だ。名前は何でしたか。もう忘れたか。ヒーロー、私のヒーローよ。チェンバに行かなくてはない。ダンジョン連れ去りなさい。どこに？ダンジョン？何かどうにかして戦ってやるか。え、ヒロが熱いだと結婚すんの？なるほど。で、助けなきゃね。そうだね。俺もダンジョンなんか行きたくないよ。よい。さあ、姫様が待っているぞ。拒否するんだ。やってみるよ。スイートアートさん断れない。そっか、イエスマンだったの。ヒーローは最初から断ることはできない人だった。興味はないんだ。どういうことかな。さっき会ったばかりだしね。残念ながらその申し出は拒否させてもらいます。そんなことを言うではない。面白すぎるな。来る。結婚したくないよ。これはふざけているのか。あってはならぬ。ついた後拒否するだと。ダンジョンに連れ去りなさい。やってしまったな。戦い向かったものの、ついた後ファンじゃない人たちが一体何をしているの。なるほど、ヒーローのファンなのか。いや、ファンなのかな。ショーの邪魔をするとは何事。私こそがルールなんだ。ああ、いっぱい出てきた。ちまたな、オーブリー。いや、やっちまったもんね、今は。ああ。ルインズ思い出す。今のは仕方ないや、さすがに。ぷい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 。マスターチームプイ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 。バカどもが、この俺がわからないか。私だ。うん。まあリボンしてる時点でそうだなって思ったけど。世界一のスイートアートファン。そうだった。絶対後悔すると言っただろう。なるほど。仕組んでいたのか最初から。え？はい、停電も計画停電的な。わざわざ雷を落として、3番を殺したのか。一生ここで余生を過ごすがよかろう。さあ、どうやって出るんだ、ここから。考えよう。どっから始めたいんだ。ドアを、鍵を外しているわけ、ないからな。外れてた。バカかな？バカかな、こいつら。オーブリーの仕事だ。よし、ちょっと待ってよ。これはオーブリーの仕事に違いない。何？壊すん？あ、壊すん？豆腐を手に入れた。なるほど。これで右に入れば。豆腐ばっか。ラーメンか？
ラーメンだ。なんでトイレはラーメンなの、いつも。あ、地下通路。うわぁ。うわぁ。うわぁ、トゲトゲしい。なんでマリさんいるのね。何あれ、ピクルス？マリだ。マリ、助けて。あら、まあ。ガチャ。何してんの？さあ、ピクニックを楽しみましょう。のんきね。のんびりのんびり。豆腐！豆腐！ピクルスか、これ。ピクルス。食べますか？仕方ない。昔、すっごい小さい頃嫌いだったけど、途中からすごい好きだったんだよな。ピクルスは。漬物好きだからかな。さて、こっから上に。何これ？豆腐屋さん？豆腐屋さんじゃないか、君。豆腐を手に入れた。スマグラ。密輸的な。何か密輸入的な。何か、買わないかい？豆腐、ちょっと高いな。ライフジャム高い。ポエトリの本。うん、そうだ、チキン。美味しそうだ。あ、持ってるわ。闇市やったわ。なんか怖いの持ってるやつがいるんだけど。なんか、見てるのがいるんだけど。待って。何これ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 。あちか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 。あちひひ！ああ、戦いになってしまった。ハロルド、悲しそう。悲しいということは怒り状態が強いから。怒らせろ。で、もう一回。キラーン。オブリ。もう一回だ。なんで、タスだけだったら別に見つかっても問題なさそうな気がするけどな。あ、地味に強いぞ、こいつ。ああ、防御高いのか、単純に。なんでハッピーになったの？リンクされたから気づかなかった。いつの間に？いいぞ。強い。弱い。あ、倒した。うわぁ。ナイス。ナチョスを見つけた。ヒーローが、ファーストフード。ファーストフード、マックを覚えた。ないないなに。ファーストフード。40% 回復。で、先制攻撃できる。強いけど、コスト15ね。悩むな。先制攻撃っていうのが強いんだよな、回復。どうしても死にそうな時に、今すぐ回復しなきゃっていう時に使えそうだからな。豆腐やった、いらない。え、これは鍵かかってんのか。わあ。うわあ、ちょっと危な。よし。これは？何これ、何、誰、人間、死に生きていない。そうだね、見ればわかる。どうしましょう。ああ、さっきのやつなのか。そっか。ダンジョンを出るものは出れるよ。ああ、どうしたらいいんだ。ダンジョンを逃れ、ダンジョンから出られるものはいないんだ。めっちゃ空いてるけど、大丈夫。何、君。やった、これでもう少しで脱出できるぞ。あとは出口を探すだけだ。ちょっとどいてくれない、君。どいてくれない。どけや。どけや。蹴る。出番だ。パチン。てか、ちゃんと背景変わってるのがいいな、今更だけど。もう一回見てみよう。細かい。細かいね。さて、これで行ける場所が、
増えたから、オーブリーに帰るべきだな、まず。じゃあ。いや、またケールの豆腐、やったー、いらん。なんなん、これ。よし、ケール。もう一回頑張ってくれ。めんどくせえ。めんどくさいよ、これ。あいつどかしてえな、ちょっと。はははなんで、なぜなぜなぜ何があった、なぜちょっと言う。いや、何か起こるんだろうなと思ったけど、なんか上から、なんか降ってくんのかな、だけど。爆発するのは予想外すぎるだろう。豆腐だらけ。オーブリー。貝殻。豆腐。よし。ちょっと。パソコンの容量が足りなくなったので、一回仕切り直しました。じゃあ、なんか貝殻集めてると違った。よし。あそこ。何？やった出口だ。やった。もう？まだ、スプラトーンにもう一緒見たくない。ちょっと待って、まだ色々探索するものあった気が。あ、ここ行ってないじゃん。あー。こっちは行ったよな。こっちも。こっちは行けなかったか。この辺行ってないもん。フラミンゴがある。ロイヤルバス。何？赤い。なんで？フルーツパンチじゃない。何？じゃあ何なの？何なの？怖い。何なんだろう。待ってください。はい。じゃあ、確認。危ね。危なくない。危ない。危なくない。いいぞ。オーブリーにもう一回攻撃してもらおう。もう一回。頑張れ、オーブリー。あ、ジュースも回復するようになってる、いつの間にか。早い。早いっていうか、助かる。いつの間に？そっか、前回、このタグ攻撃なんだっけ？フォローアップ攻撃が強化されたからか。ジュースまで回復するようになった。ケルはいい加減他のキャラにダメージ与えないようにしてほしいんだけど、今じゃ、よし。普通の部屋だ。マジかせ。ああ、やめてくれ、この曲。望遠鏡だが、レンズにテープが貼っている。本だが、これ全部、糊でくっついて読めない。鏡なんか見た目があんまりよろしくない。ダンボール、意味はない。食べ物か？これだけ。あっちは脱走してる。なるほど。脱走してるのか。フラミンゴ何？これはミセスフラミンゴ。あー、バレた。スペシャル。SWH、スイートハート。うわぁ、ねえ、テープ、そうなってんのか、お前。マーシャ。怒ってるなぁ。ということは。ハッピーの状態は強いから。おもりにパスしてみよう。パスはどう変わったんだい？パス、コン。あ、おもりハッピーになった。あ、まあ、それは前回も。そんな感じだったな。強いぞ。出たー。ケルのパスは、ハッピーにするのか？ケルのパス一番よくわかんない。いや、逆だ。ヒーローのパスだけだよくわかるのか。オーブリーもよくわからんし、他の人にパスしてみる。もしか誰か誰にパスするかで効果変わるとか。まだ流れてんのこの曲。
ラジカセを止めるか。怖そう。ここは地獄だって書いてるからな。あ、キーあるじゃん、よく見たら。下。あれを取りに行かなくては。しかし、あれを開けなくてはならないから。ちょっと待って、ちょっと待って。まだ進んでいないところあるのかな？それとももう進んだら、まだあるのかよみたいになるのかもしれない。ここ？行ってない。あ、行ってないわ、ここ。よし。これは何だろう？見えない。J かな？ラーメン。愛だ。そっか、愛まだ。H 取ったっけ？ G 取ったっけ？あれ？だいぶ飛ばしてる気がする。いや、G か H どっちか取ったな。取ってない。あれ？炎の中、トラップダウンした。E、C、E。炎の中とか、いろいろあるな。豆腐。ロストファイヤーの炎の中って、ロストファイヤーあれか、ファイヤーウッドだから、あそこの森の中だな。なんか今引っかかったな。あの中入りたいんだけど。入れないのか、もしかして。入れない。これは、まあ入ったところであそこ、通れないからな。出てみるかも。出口じゃないのかってなるかもしれない。うるさい。スイートアートにしろ。まだありそうだな。まだありそうっていうか。うわあ。待て、囚人ども。そんな簡単に出られると思ったか。また単純に戻るがよい。もう、惜しい。どうする？考えるヒーロー。どうやって、どうやって。右上のウサギが、いいな、あれ。ウサギとロウソクが一体化している。気になる。わかった。かわいい、あれ。別、他人と間違えているはずだ。間違えているに違いない。くるくる。あ、そうだ、マスクあったんだ。忘れてた。忘れてた。すっかり、私たちはどう見てもスプラウトモールじゃないか。そうだ、私は豆腐が、豆腐とスイートハートが大好きよ。美味しい美味しいスイートハートじゃなくて豆腐。そっか、そうか、間違えたよな。申し訳ない。このヘルメットからは、どうも景色が見づらいからな。バカでよかった。忘れてた、こんなの手に入れてた。これですぐ脱出できるぞ。こんなの被らないといけないのか。何なんだろうな。顔を剥いだやつとか怖い、怖いかもしれない。何これ、掃除機アンテナ、何これ、なんか加えてる。マーシャ、なんか読んでなかった。なんか転がしたサイコロ。20、テリース、マーシャ。頭に意味ある。どうやって撃つのそれを、頭のそれは自由自在に動かせるのかい。これは、ハッピーで、逆だ、怒ってる状態が強いんだな。テリース、怒ってる状態強いから、オーブリー、怒るんすよ。テリースを先に倒そう。痛い。あ、怒った。マーシャが転んだ。ケル読んでみるか、一回。ケル読んだことないな。ケル頑張れ。回復。まあ、ヒーローは回復だよ。いつも強っ。攻撃攻撃んで、リバウンドで全体攻撃しよう。うわー、強い。オーブリーの弱点を突かれた。いいぞ、102。
よし。マーシャ、転んでばっかだな、マーシャ。かわいそう。まともに歩けないんじゃないか、これじゃ。そりゃそうだよな。誰でもこんなに斧がペタペタくっついてたら、歩けないと思う、まともに。ケルがレベル13。よし。いいぞ。トラップドアの下、GH もこの辺にありそうなんだよな。やめてくれ。エレベーターか。あ、下に行ってみるか。これで下に行ったら、怖っ。これで下に行ったら、ぷいぷい。ちょっと魔ホイップみたいだな、こいつら。あ、もしかして壊そうとしてんのか。あ、何をしているんだ、この、これで。普通のスプラトモーラはここに入れないはず。いや、あ、これね、スイートアートのチェンバーって。助けてくれるかもしれない。これを移動しろと言われたのか、全く動かない。壊れたらいいのにな。よし。任せろ。破壊が必要だな。破壊神、オーブリーに。オーブリー、スプラットモールしか変わった名前だな。そうか？意外と普通の名前なんだけど、みんな。カステラとかもだし。キャプテンスペースボーイだ。確かに、壊すと。パスをなんか申し訳ない。まあ大丈夫だ。どうせ知られることはないから。仕方ないね。よし。やるよ、じゃあ。あれ？あれ？あれ？やってくれたな。さあ、片付けなきゃ。勝手に割れなかった。あれ？ありがとう。助かったよ。よかった。増やすのか。この水晶気になるんだよな。水晶玉。フォン。力持ち。下から持ち上げるだけでよかったのか。そうなの。強いな、意外と。水晶玉。あー、真珠を手に入れた。真珠。売れる。高く売れる。ポケモンだな。スイカじゃん。ピーチソーダ。オレンジジュース。アップルジュースか。あー、美味しそうだ。ポップコーン。フライドポテト。ピザ丸ごと。やった。勝手にもらっていきます。なんかあるな。あるな。ここに、みんなで寝る？うん。回復。あ。抱き枕的なやつを手に入れた。どこ行った？あ、武器？おー。攻撃が上がる。運が下がる。体力が上がる。逆に今の米玉が、運上げるものか。じゃあ、これの方がいいな、完全。一応いいのかな。よし。な、待って。ティーポット。ティーラはティータイムを覚えた。ティータイムです。また。わー、マナが増える。マナって言っちゃうな。ジュースが増える。かなり増える。ただ、体力は下がる。いいね、でも、ジュース増えるのは。で、ヒーローが、なんか、新しい技を覚えたけど。ティータイム。ハートとジュースも回復強い。自分に使えないこれ。
ちょっと高いからな。とりあえず、クックが安定してる。あと、スナックタイムは。全体で25と考えると、ちょっと、状況によっては得だから持っておこう。プリクリトゥーね。その言葉好きね。